皆さんこんにちは、今日私はイスタンブールのトランプタワーに来てます。それで今日は今から味噌ラーメンを食べようと思います。こんなお店がねできてたみたいなんですよ。これ味噌ラーメンのお店では早速行ってみます。QR コードから注文します。なんかねセルフサービスみたいでね、ここにお料理が出来上がったら並んでそれを自分で持っていくシステムみたいですね。ちょっとトルコでなかなかいい感じじゃないですか。ほら、いらっしゃいませって書いてありますよ。店内満員です。注文はあの QR コードからして先に支払いして、番号がここに表示されたら取りに行くシステムですね。こんな感じです。私たちの注文が来ましたよ。ほら、これ私はクラシックラーメンとこれキンパムですね。あとなんか照り焼きって書いてあった唐揚げハーフサイズと、これはスパイシーラーメンです。いただきます。レンゲもありますよ。陶器じゃないけどレンゲと割り箸です。じゃあもうちょっとこれどうやって取ったらいいのかな。こうとすごい器は欠けてます。ここがじゃあいただきます。トルコでラーメンのこれ味噌ラーメン。これはね、鶏の出汁だね。チキンスープ。うん。ほら。そう。あの、すごくしっかりこうなんか焼いてあるから、なんかとってもいい感じ。これ、ヨースじゃないよ。胸肉じゃない。デレスクツルツル。なんかね、これすごくいい感じ。うん。どっかで味付けしてありますよ。照り焼きみたいに甘くない醤油だれ。うん、なんか焼き鳥みたい。これサクサク。これはいいんじゃない？麺はストレート麺ですね。そんなに太くないから
い感じよ。日本のラーメンとは違うけど、これはこれでとってもいいと思います。これは食べに行きたい。うん、ちょっとごま油があるともっといいかな。ピザよりいいな、これの方が。あと何入ってる？これは？これなんか煮卵っぽい。なんか後ろにうっすら色がついてるような。どうかさ、おいしい。うん、まあ、本当に濃厚チキンスープです。まあ、日本にはないラーメンスープっぽい、うん、こんなにチキンが香るラーメンはあんまり食べたことないんですけど、これはこれで美味しいと思います。韓国風唐揚げ、韓国風って書いてあるんですけど、ソースの名前は照り焼きソースだそうです。それは韓国風なんですかね。いただきます。うん、あったくない。すごく味が濃いけど、まあ1個2個ぐらいだったら美味しくいただけます。ラーメン食べれなくなりそうだけど、これキンパップ、キンパップはいくら？33リラ安い？宇宙エリジンパーツ1個11リラです。キンパップ野菜たっぷりです。ほら、夫のスパイシーラーメンスープ。あれ一緒かな。甘い、あ、スパイシーっていうかパブリラーメン。あ、ちょっとだけ後で辛みが来るかな。味でいい、うん、あの軽いスパイシーな感じ。なんか味噌もいいけど醤油も食べたい。私の目の前に2つ席があるんですけど、どっちも若いカップルの方が座っていらっしゃって、なんかね、さっきからもうブチブチめちゃくちゃちょっと距離が近いんですけど目のやり場に困る席ですね。ここはラーメン屋でですよ、ラーメン屋。全部いただきました。満腹です。セルフサービスで、あの店員さんもいるんですけど、食器は自分たちでも片付けるみたいなので、これはトルコではとても斬新じゃないかと思います。私も自分で置いてこようと思います。これ音です。日本のラーメンとはまあちょっと違いますけど、まあチキンスープが、濃厚なチキンスープと味噌ということで、麺もなんか悪くない。あの私の大好きな平打ち麺ではないですけど、まあ、トルコに住んでて、まあ、これが食べれるんだったらまたぜひ来たいと思います。トルコにもこういうラーメン屋ができたっていうことは嬉しいことですね。最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしければお願いします。それではよりしゅるーす。あのね、ショッピングモールの中にやっぱり猫ちゃんがいます。もうね、トルコどこでも猫ちゃんいますよね。